次のご質問ですね。コロナ禍、工事の受注を多くいただき、素晴らしい。はいね、来年から外注の協力業者を探すべきか、従業員を増やすべきか考え中です。小坂さんならどうしますか？いい質問ですね。はい、これはね、どっちではなくて、私は価値観の共有ってとこが軸だと思うですね。もうこれからはそれが本当に大事だと思ってます。だから従業員を増やす、まあ従業員はね、もう皆さん社長、特に社長さんたちの釈迦に説法ですけれども、やっぱり育てるっていうことが先にあるので、ある意味その価値観が近いなと思う方を採用して育てれば、同じ価値観の中で、非常に近い価値観の中で一緒にやっていけるって良さもあるし、外注の協力業者さんっていうのは即戦力って良さがあるけど、それはそれとしてやっぱ価値観ですね。で、価値観が近いということをどこで探るかってことになった時に、それはこちらのビジョン、まあ、ビジョンっていうと分かりにくいかな、なんかこういう思いを持ってこういうことやりたいんだよねっていうことを語った時の反応ですよね、やっぱりね。ということは、こういう思いを持ってこういうことをやりたいんだけど、社内では人が足りないんだよとか、まあ、協力業者さんが探すとするとね、いや、その今リソースが社内にないので、まあ、これをしかし作ってる時間がないと。だけどお宅は持ってると思うんだよねみたいな、私はよく言うんだけど、そういう話を。だからお宅でやりたいんだよねみたいなね。だからそこの反応なので、これはやっぱりそこを言わないといけないね。そこ、そのどんな思いや考え方があって、何をやろうとしてるのかっていう。やろうとしてるものの形姿がそんなに明確じゃなくても、まあその誰かをこう巻き込んでいかないと、そもそも明確な形、まあ、プロトタイプみたいなね、プロトタイプも作れないとしても、巻き込まないと作れないわけだから、私もよくその、もうそのプロトタイプも作っていない段階から巻き込む。まあ今風に流行り言葉、流行り言葉って言うとあれですけども、最近ビジネス界で流行ってる言葉で言うとパーパスですよね。パーパス、その目的、なぜその事業をやるのかって、パーパスっていう言葉が今世界的に流行ってきてる。だけどパーパスなんていう言葉が流行ってきてるってことは、やっぱりそこが大事になってきてるんじゃないですかね。そこがっていうのは、その価値観でつながって仕事をする、そのパーパスに共感するから一緒にやるっていう。まああとね、これからの社会っていうのは変化が激しいので、なんかこう一緒に商品サービスあるいは事業っていうものを構築していくってことがずっと続くですよね。なんか一度商品サービスあるいは事業を作り上げたら、あるいはビジネスモデルを作り上げたら、そのまま少しメンテするだけで20年食えるとかないので、もう常になんかいい意味で創発的な前向きな議論を戦わせて作り上げ続けるみたいなね。今はこうバージョン2.0、次のはバージョン2.2とか、どんどんそういうことになっていってる。全ての事業がね、ソフトウェア開発みたいになっていってるので、そういう意味でもずっとそういう行為をやり続けないといけないので、やっぱりパーパスを一緒に追っかけていけないとね、そういうなんか動詞でないと難しくなってくるのではないかなという。ただね、そのすでに受注多くいただきって書いてあるので、その受注こなさんといかんということはあるから、まあそのあたりの、なんだろう、こう冷静な割り切りも持ちつつ、でもやっぱり価値観の共有、パーパスだよねみたいなところを持って、こう、うまくバランス取ってやっていただくと、ていうかやっていただくとというか、私もそうしてるんですね今ね。実際そうしてるので、小坂さんならどうします？そうしますねっていう話ですよね。